こんにちは、まさに6494です。今回はドラゴンクエスト、星のドラゴンクエストのですね、ルビス装備、毎回ですねやってきたやつをやりたいと思います。で、ジェム的に18800個あるので66円いきたいと思います。はい、まあ、確実に12個の星号が手に入る以上のね、持ってるやつばっかなんじゃねえか、もしかして。22連目新しい武器かな、なんとかの極玉当たればいいなと思ってんだけど当たんねえな、なかなか。でも終わるんじゃない、大丈夫、あと33連。3つぐらいかな。起きた、起きたんじゃない、極玉じゃない、あ、違う、奥義、奥義ニューなんだね。起きた、これ来たんじゃない、何の鎧だこれ。刃の鎧ってさ、ドラクエ的になんか安っぽいイメージなんだけど、カウンター系、これでやっとジムがなくなりますね。やっとこさ、どれぐらい貯めたというか、溜まったというか。あ、あ、新しいのが扇だけか。来たんじゃないか。え、刀身の鎧持ってなかったんだこれ。お、切った、来たんじゃない。ん、これは強いのか弱いのかが分からん。ラストですね。やっとこれでジェム地獄が、あれ、あ、もうない、あ、終わりですね。はい、ということでですね、今回は星のドラゴンクエストの宝箱福引き66連でした。はい、やっとなくなりましたね。極玉ルビス、あ、違う、名前は違うのか、ルビスのコンか、手に入らなかったんですけど、まあ、こんな感じで終わりにしたいかなと思います。で、次回このガチャ的なやつは多分元旦付近にやるかなと思います。それまでに溜まるかどうかわかんないですけど。はい、ということで今回は星のドラゴンクエストのルビス装備の66連でした。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。